さあさ今週もやってまいりました声優ニュースのコーナー。今宵もこの寒空の元コンクリに頬つけて自販機の下をまさぐるがごとく卑しい感じに声優ニュースを書き集めてまいりましたので、早速お話ししていきたいと思います。それではまずこれ。引かれた挙句、逃げられる。時は11月の7日、桃栗榊や馬娘グラスワンダーなどでおなじみの声優、前田玲奈さんが、自身のツイッターにて、実は9月の下旬に引き逃げに遭い、軽い脳震盪や打ち身を大事故に遭ってしまっていたことを打ち明けたことで、話題となりました。その詳細がこちら。私事ですが、実は先月夜、横断歩道を横断中に左折してきた車と激突しまして、幸い大きな外傷はなかったのですが、軽い脳震盪や打ち身等でダンスレッスンを休んでいたので、ライブで十分なパフォーマンスができるか少し不安でした。私も、本当に惹かれることあるんだ、と一瞬の間に思いながらぶつかって地面に倒れたので、皆様もどうぞ、くれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。そしてお相手がわからないままなので、もし心当たりある方は、ご連絡ください。もちろん警察にも届け出て、体や脳の検査もして大丈夫でしたので、診断書ももらってます。ただ、防犯カメラがなさそうだから見つけるのは難しいと思う、と言われました。動転していてナンバーもわからず、危険は日常に潜んでいるよ、とお伝えしたく、とのことにございまして、先日の馬娘ライブできらめきを提供してくれた彼女からは到底想像ができないような、陰鬱かつ陰湿な事故に遭ってしまわれていたわけなのですが、どうでしょう、個人的にこの騒動は普通に大事故、というより大事件でして、人を引いておいて知らぬ存ぜぬで再度アクセルを踏み込んだタクシードライバーの行いに対して義憤を感じるとともに、遺憾の意を表するばかりにございます。いやマジほんと、これはいかん、というか相手がタクシードライバーなら防犯カメラに頼らずとも、警察が事故が起きた日時とその近辺を走っていたタクシー会社を片っ端から照合して、問答無用でドラレコ確認すればいけんじゃね、と思ったわけなのですが、なんか無理そうでした。まあ何にせよ今回は命に別状はなく後遺症も見られないとのことで、本当に良かったと胸を撫で下ろすばかりにございます。皆様も危険は日常に潜んでいるという前田さんのメッセージを忘れず、いざという時にきちんと自衛できるよう意識してみてね。千鳥足で夜の浮世をかっぽしては自転車に当たりやかました酩酊がいるとのお約束ね。ちな現在前田さんはというと、グラスワンダーの孫馬券を的中させたらしく、かなりの余裕を見せておられます。次に、スラムダンク公式、もろもろの批判に、時は11月の10日、声優キャスト一新の発表タイミングが最悪だったためにファンからどぎつい反感を買い、未だ公開すらされてないのに大炎上してしまった稀有な作品、劇場版スラムダンク、その公式がツイッターにて、ついに一連の騒動について声明を公開したことで、話題となりました。それがこちら、特番をご視聴いただいた皆様、ありがとうございます。また、たくさんのご意見やご感想をお寄せいただきありがとうございます。たくさんの反響をいただいている中で、作品を楽しみにしてくださってる方々の様々な思いを受け止めております。私たちは、スラムダンクを昔から愛してくださってる方も、初めて見る方も、とにかく楽しんでもらいたい、という思いで制作を続けてきました。映画は間もなく完成します。皆様に楽しんでいただける作品になるよう、監督スタッフ一同、最後まで心を込めて制作してまいります。とのことでして、未だ現役の声優を変更したこと、プロモーションが最悪だったことなどに苦言を呈していた彼らからしてみれば、特にこの言葉がカチンときたみたいで、結果この声明は神経を逆なでし、公式は一部で燃えてた場所に油を注ぐ感じになったのだと言います。まあ、問題の一つとして挙げられている、未だ現役の旧声優らを起用しなかった件については、話題作りやら作者の意向やら新規参入者狙いやらと、たくさんの理由があるのでしょうし、問題視されてるのがこの件だけなら、あちきももう文句言わずみとけやと一周していたわけなのですが、やはりこの騒動の問題の根本は、前売り券を売った後に声優変更を発表するという、プロモーションの仕方にあったのでしょう。そんでもって今回公式は詐欺まがいとも評されてしまったその件に関して一切触れず、紋切り型の定型文で事態の沈静化を図った結果、反感を買ったというだけで、まあぶっちゃけ、スラムダンクを一切知らなかったこっちからしてみれば、プロモーションの件はちらつくにしろ、作画がすごくて声優も豪華で、普通に一見する価値ありだとも思っているわけなのですが、どうでしょう、ファンじゃない方からすればこの騒動、どう映っているのでしょうか、皆様のご意見、お待ちしております。次に、SNS を、中止に、時は11月の10日、アクセルワールドクロ雪姫やオレスキコスモスなどでおなじみの声優、三沢幸香さん、彼女が所属している事務所、スターダストプロモーションが、意味深な声明を公開し、話題となりました。それがこちら、8月末より活動を復帰しておりました三沢幸香ですが、現在体調が万全でない状態が続いております。今後ですが当面の間、Twitter、インスタ、TikTok、YouTube など本人による SNS 更新はお休みさせていただきます。出演情報やその他告知事項については、スタッフより更新を行わせていただきます。とまあこんな感じでして、ご本人の体調が芳しくないために SNS 活動を休止したというのが、一応な公式の理由ということなのですが、どうでしょう。まあ最近では特に闇つい多めなご様子でしたし、その全てを受け止めちゃると鼻を鳴らして、彼女のツイ消しを取り上げることをやめて受け止めることに専念していた僕ちゃんでも、若干低レベルでしたし、何かつぶやくごとに界隈がざわつくこのご時世、事務所からしてみればこのざわつきの慢性化は、いろいろと感化しきれなかったのかもしれません。いやまあ普通に結構アウト寄りな発言をかましていらしたのは事実でしたし、事務所としてはだいぶ許容していた方なのかもしれませんが、ぶっちゃけこれが良い方向に運ぶの
のかは定かではありませんが、私は事務所の子の選択が吉と出ることをさながら卵豆腐がごとくプルプル震えながら祈るばかりにございます。最後、声優出演取りやめに。時は11月の11日、毎年クリスマス前に開催されるジャンプ漫画の祭典ジャンプフェスタが公式にてこのようなアナウンスをしたことで話題となりました。それがこちら、12月17日開催のジャンプフェスタ2023呪術廻戦スーパーステージにおいて予定されていた桜井貴博さんのご出演は取りやめとなりました。ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとのこと。個人的にはファンの気持ちだったりご本人の心情だったりを考慮した上で今回出演取りやめが決定づけられたのだと勝手に思い込んでいるわけなのですが、この件もスラムダンクの声優変更の件と同様、いろんな憶測ができてしまえるので何とも言えないというのが正直なところなので、こういうことがあったよう程度に聞き流してもらえれば幸いにございます。いやもう終わりなんですけど、てなわけで今週の声優ニュースはここまで。皆様の感想もぜひお聞かせくださいませませ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。